え、もう、ももかちゃんは質問したんだっけ？質問、なんか、なんかあったの？あの、このヤバい生き量で、はい、え、これでもヤバい生き量から質問するって、ももかちゃん、やるじゃん。マジ？いや、本当ですよね。いいのかなと。一番いい質問の質問じゃん。マジ嬉しいです。そうそう、この18ページと19ページの間にある、はいはいはい、あの幽霊たちの間でも LINE が流行しているかもしれないみたいな、あ、はいはいはい、これなんですけど、なんかね、こう実際にあったことはあるのかなと思って。あ、あのまず大前提として、うん、で電子機器が一番アタックしやすいんですよ、うん、幽霊って今この間僕の YouTube で出したんですけど、東大で幽霊とか心霊現象について研究してるチームがあるんですよ、うん、で今その研究チームが、そのバーって見ている限り、やっぱり電気信号的なものだと、うん、でその電気信号をなぜ出すかというと、磁力だということまでは分かってるらしいんです。磁力の影響で電気信号が、はい、あの変化するっていう。だから、磁場が狂ってるところで心霊現象って起こるんですよ。例えば、うん、吊り橋で心霊現象って起きないのに鉄橋で心霊現象って起こるんですよ。なるほど。はい、とか崖とかになってるところも花崗岩って言って、いわゆる、うん、溶岩が固まってできてるようなところで、うんうんうん、磁力がダーンって強くなったり、あとお墓も花崗岩でできてるんですよね、墓石、うんうん、だからお墓の周りであの磁場が強くなったり狂ったりしてるから、それが脳波に影響を与えて幽霊が見えるようになりやすいんじゃないかっていう説が最も有力らしくって、うん、まあちょっと脱線しますけど、これがゆくゆく進んでいくと、うん、あるサングラスをかければ僕が見ている世界をみんなに見せられるっていう時代が来るかもしれないってことです。なるほど、はい、こういう風なもんですっていうのを俺の脳波取ってガーって見て、サングラスで具現化すると誰でも見れるようになるっていう時代が結構そんなに遠くなく来るかもしれないっていう風なことが、あ、ゼリブです、ゼリブです。まあ、あれは透けてってますけど、そのゼリブって映画があるそれは宇宙人が見えるってサングラスなんですよ。でもなんかそれはこう、未来がありますよね、皆さん好きな人にとって。でつまり亡くなった人、いわゆるお化けとか霊体っていうのはどういう状態だっていうと、電気信号しかない状態って思ってくれればいいんですよ。いわゆる肉体とかっていうのとか、そうか、もうそういう風になるのか。そうです、血液とかの循環もない電気信号の残りがみたいのが霊体だって思ってくれるっていうのが、うん、まあ一番有力かつ現実的な線なんじゃないかっていう風に言われてて、うん、ってことは電子機器に一番影響を及ぼしやすいんです、うん、はい、例えばテレビゲームだったりとか、この間の裏路地の相談のあれでも、うん、あのゲームテレビゲームに起きたとかね、うん、ゲーマーの人にはゲームに起きたりとか、うん、で、パソコンやる人にはパソコンに問題が起きたりとか、うん、でじゃあ今一番みんなが使ってる家電なんですかって言ったら、まあ携帯ですよ、うんうん、で携帯でもともとはメールでしたね、とか着信ありとか流行ったじゃないですか、うん、ありましたね、はい、ああいう系譜が一番、ね、あ、そうか、アミちゃん一回り下だから分かんないかもしれないけど、うんうん、私が小学生の時は、あの、まあ、いわゆる電子系統みたいなものに影響が起きるっていうのが、うんうん、向こうがアタックしやすいし気づいてもらいやすいんですよね。なるほど。じゃあ今みんなメールやってるかっていうと、ぶっちゃけそんなやってないじゃないですか、うん、確かに G メールをちょっと保管してるぐらいのもんで、ほとんど LINE じゃないですか、うんうん、ってなると LINE が一番アタックしやすいし気づいてもらいやすいんですよね。やっぱ気づいてほしいって思ってる人が多い、うん、そうですそうです、一人ぼっちだから気づいてもらいやすいんで、はい。